こんにちは、競馬エイトの横山です。佐藤です。佐藤君、今週、はい、いよいよ秋の G1 開幕しますね。開幕しますね、はい、このおにぎり何ですか？何ですか？お腹すいた。4つもあります。はい、これからの夜食です。まあね、はい、とりあえずね、予想するまでまず力つけて、はい、じゃあ調教ね、どれが良かったですかね？いやー、ロードかなロアじゃないですかね。ですね非常にいいですね、これね。もうね、なんか一頭だけ、うん、ハンドなんですけど、はい、ロードかなロアだけ平坦なところ走ってるみたいな感じです。そうね、まあ、全くぶれないし。そうだね、もう推進力が半端じゃないですか。半端ないよね。ちょっと軽くちょいって動かした程度でギュンってきてるんで、うん、まあ、今週ね、かなり他のリットハンド時計早かったんですけど、その中でもやっぱ抜け出たな、脚力の凄みやな。はい、はい、これはまあ不動の本命でしょ、はい、ね。じゃあこれのね、2、3着候補ですね、まあ、もしくはね、逆転まであるかもしれないですけど、はい、どれがいいですかね。まあ、良くなってるなと思ったのが、はい、僕はドリームバレンチェでしたね。いいですね。もうなんか蹴り上げるチップの量もすごいですし。そうですね、なんか全身使ってね、格好も強いし。そうね、フットワークいいですね、うん、前傾姿勢で非常に、ね、なんか気持ち乗ってる感じしたね、はい、これはいいですね。急上昇でしょう、はい、それとは対照的だったのが、はい、僕の見た感じではハクサムーンがちょっとなんかイマイチかなっていうような。僕もなんですよ、実はね。ちょっと硬くない？なんかね、スピード感も感じないし、時計は出てるんですけど、うん、それなりに出てた。結構動くね。前走以上求めるのはちょっと怖い。僕のメモにもね、表情が苦しそうって書いてあります。ちょっと口がパカパカ開いてさ、なんかね、はみ受けも悪いような感じで、ね、来てなかったな、これは来なかった、心に、うん、はい。逆に良かったのどうとか、桜ゴスペルとかね、クロトバ、はい、ちょっと点からまたいつもよりね、矢先伝の時よりぐんぐんいくような感じだったけど、ね、はい、最後まで余力あってね、非常にね、動きもシャープだったから、はい、まあこれでいいんじゃないかなって、ね、2週前もね、我慢効いた走りできてましたから。そう、ね、まあ、今回はね、点から飛ばす形になりましたけど、うんうん、でもやっぱ G1 前だからね、これぐらいやって当然だと思うしね、はい、いいね。あとは休み明けでちょっと距離も未知数なんですけど、グランプリボス、はい、まあ、ハードに打ちましたから ね、 ね、相手がね、バタバタになったところですごい突き放しましたからね、まあ、最後ちょっと足上がりかけてるんですけど、そうだね、ただ 50.4 だから、うん、まあ、一応ハンド、リットハンド組の中で一番速いじゃん。そうですね、それでやっぱ相手ね、1.6 秒もちぎってるわけなんで、うん、もうびっしり攻めてきたなっていう感じがしますね。攻めてきてね、きちいね、一応ね、マイナーズカップでも克服したしね、苦手すぎたけど ね、休みだけね、これはちょっとうん、ついていければ怖いかな。そう、自力だけならね、この馬がナンバー2ですからね。そうだね、はい、あとはやっぱマジンプロスパってどう？これ、まあ、ゴール前は余力がありましたし、スピード感はもうあったんで、うん、まあいいかなとは思うんですけれども、うん、ただやっぱちょっと上げてきたロードカナロアとか、そこら辺に比べるとちょっと迫力不足かなという感じがします。そうね、これもともとうちでも8点つくような馬だったから、うん、まあ、調教時計もそれなりの動き見せましたけど、どうかね、やっぱね、夏負けしてるんでしょ、だって。そうですね、うん、中身がちょっとできてるかどうか疑問ね、はっきり言ってね。あとね、僕人気ないところではね、サドンストームズも良かった。あ、まあ、馬体はね、ちょっと平均点で、まあ、そういうね、ボリューム感感じないんだけど、非常に足さばきが俊敏でね、スーッと上がってきました、うん、まあ、打ち目通ったというより上がりサブロック位置って早いでしょ、これ。はい、そうですね、うん、これがね、なんかちょっと怖いかな。あとね、もうサンカルドとかも全然ダメ。下っ越しちゃって、ね、下っ越しちゃって、こんなサンカルド見たことない。はい、全然ダメです、ね、あとね、フォーエバーマークもまあ受賞勝ったんですけど、なんかいまいちですね。確かにね、相手の吉川君だっけ、はい、あれ結構動くけど、やっぱちょっと動きつかなかったね、前が出てない感じしたんで、まあ、先週もちょっといまいちだなと思ったんですけど、あ、そう、はい、どこまで変わってくるかなと思ったんですけど、うんうん、今週もやっぱいまいちでした。平行線だね、はい、やっぱね、これも上がり目ないでしょ、秋ってね、はい、あともアドマイヤとかももう気の悪さ出してて、もう、そうですね、傾向だけ見るともう買いたくないね。はい、前の友人って面白いかなと思ったんだけど、今週ちょっと口向きのね、そうです、悪さ出してたんで。しかもあれ、春分け直後のね、走らせばだね、そうだね、内目通って時計は出てるんですけども、ゴール前ちょっと鈍ってますからね。そうだね、もう一つかなっていうような感じです。まあ、そんなとこかね、やっぱちょっと、うん、上位勢が、上位勢強力よね、今回ね、うん、隙がないなっていう感じですね。ないね、ちょっと割って入るの難しいと思う、はい、特にロードカナロアはね、本当盤石の体勢に見えるんで、はい、無理です。まあ、G1 5勝目確定だと僕は思いますけどね。はい、以上です。